たまには顔を出さないとね。手帳持ちも現れました。手帳持ちいうな言葉を慎め、誰に口聞いてるんだ。あのな、俺のことをいじってもいいが、手帳持ちとかいうあからさまな差別を、チャンネル主の特権だから、と言いたやすく口に出すんじゃねえと、いいかよく聞け、次行ったらプレミアを卒業する日なんて。おう、手帳持ち。お前は歴史とした手帳持ちやで。それ以上も以下もない。ただの手帳持ちや。最強の神器を手にしている。それだけでこの国は生きていけるからな。手帳を持ってるだけで素晴らしいやん。事実やからね。手帳を持ってないのにお前手帳持ちやろとか言ったらそれはディスになるけどさ、手帳持ちに手帳持ちって言っても事実やからさ、しょうがないやんな。いい詩だったって。俺の手帳か、欲しけりゃくれてやる生涯を。こういうのがディスになるんですよ。僕そういう、そんなこと言ってないもんだって。手帳持ちとしか言ってないから。税金で食わせてもらってくせになんで上から目線なんだよ。ボロカス言ってるわ。税金で食わせてもらってる外資が調子乗るなっつって怒ってんで。すごいや。欲しくてもらえない。俺ももらいたいよ。ADHD でもらいたいなって前話したけど。分け隔てなくそうやで。これ差別じゃないからな。おちょくってるけど。僕は普通のやつもおちょくるし、ガチ外資もおちょくるから。差別はしてません。まあ、ダイヒンがプレメンじゃなくなっても、私のサブアカ一つプレメンにしとくわよ。手帳って俺昔は使ってたけどな。手書きの手帳。予定表みたいな。まあ、もうやっぱスマホで管理するようになっちゃいましたね。タイムツリーを使ってますよ。あれなんか日本で生み出したサービスやけど、世界でバズってるらしいね。すごいや。ただの手帳アプリやのに。やっぱ複数人で予定をシェアできるっていうのがいいんかね。このチャンネルの醍醐味を忘れていたわ。さっきまでの長文スパチャって全言撤回します。すまんな。よくわからんけど、まあ、よかったらしいわ。この手帳をお前に預ける。俺の大切な手帳だ。大事にしよう。いつか、必ず返しに来い。立派な健常者になった。約束だぞ、代理。今のはギリギリ。ギリギリでいつも生きていたいから。カトゥーンってさ、何におらんくなったんやっけ？カトゥーンって今どうなってんの？亀梨はいるんやっけ？赤西がおらんよな。で、田中聖がパクられて、あともう一人誰か辞めたっけ？三人。半分。俺も3級の手帳持ってるけど、普通に働いていくよな。普通やん。亀梨、上田、中丸の3人。え、クンやん、じゃあ。カトゥーンじゃなくてクンやん。害を収める、徴収、堂々とした最高の害って。他の人は見たらどう思うやろね。これ自分で害とか言ってさ、手帳持ってますとか。どう思うんやろ。手帳持ちだけど会話は何も問題なくできるからねっていうか、俺も手帳持ちなら、あのリヒトも手帳持ちだろ。問題なくとは思わないですけどね、僕はね。問題だらけやろ。話してるだけや。ひどすぎる。税金面とかやろな？だから俺も欲しいねんって。文章力に問題があるやろ。まあ、文章力に問題あっても通じてたらいいんじゃないですかねっていうのが多分彼の言い分では。またリヒトかって。なんやねん、リヒトって。もういいよ、リヒトは。問題がなけりゃ手帳はいらない。ダイリン、ここ以外でもたまにコメント見かけるって。結構ダイリンのさ、目撃報告上がるよな。なんでなんやろ。実際に話したらどうなの？そうやろな。ダイリン突しようしよな。喋ったらどうなるんやろっていう。ほんまに文章力がないだけで喋ったらまともな人もいっぱいいるからさ。文章力をバカにする奴が3番目に許せないって。 1番と2番ないやねん、じゃあ。俺だってコンプレックスやねん。気にしてるし直したいと思ってるって。頑張れよ、お前。直せや。直したいと思ってるんじゃなくて直せや、今から。あえてそこで3番目とかアピールしてる時点でやばいよ。1番目はもう手帳持ちちゃうか？でも手帳持ちは事実やからな。許せないとかじゃなくて、手帳を持ってる君やからね。チビにチビって言ってるのと一緒やからさ。これはもう、変え難い事実やからさ。このスパチャの財源持って。いいやん。お国から僕お金いただいてるね。コメントせんかったらええんちゃうかって。それはそれでまた発作が起きて、多分、犯罪に結びつくから、定期的に消化してもらんと。3番目っていうのを、面白おかしく言ってるんだったらすごいなって思うけどね。ワイラから客観的に見たら直そうとしている努力が見れないから、どうしようもない。はい、マジです。こんなさ、一視聴者にさ、スパチャでボロカス言われる配信とかないからね。キジマがうなってるで、また。いきなり手帳はもらえねえだろうよい。
1番目はリヒトってもう個人やん。2番目は事実を知らないで戦うやつ。例 PC じゃないとできないことを、じゃあ PC でやるか買えよっていうやつ。実際俺だって買いたいけど金がなくて購入できないって。今までここで送ってくれたスパチャを全部貯めとけば買えたんじゃないですかね。56人殺したって手帳見せって。56人分の手帳持ってんじゃん。上松屋は。レック。そろそろ取りに行くか。手帳。やばすぎやろ。障害者が施設で暴れるニュースを見て。来たか、ルフィ。いくらでも応用できるやん、シャンクスで。来たかって。ついに限界点突破した、みたいな。生活保護費は管理されて、そうやすやす下ろせない。へぇ、じゃあ働いてんねん、ちゃんと。なんなら、どっちさせてくださいでいいよ。かけてきていいで。生活保護はガバな場所はちょろいし、厳しいところは厳しい。なるほどね。一つはダメか。だから、早うしろって、お前。いいって言ってるやんけ、お前。手帳持ちは就職有利、障害者雇用枠がある。なるほど。障害者雇用枠ってさ、その、どの会社にも、デフォで備わってるもんなんだ。そういうわけじゃない。別には、や、手帳持ちあるか何とか気にせんねんけど、努力してるっていうからには具体的に何をしてるか知りたいんよ。それはやってる本人も何も言えなきゃ直そうとしてるかどうかもわからんから、それで何も知らないくせになんて言われた。ボロカス。ボロカス言われてるやん。最強のマジですやで、こんなんもう。こんなさ、チンパンにはさ、正論は多分通じないと思うんですよね。ここまで火の玉ストレートだったら面白いよね、やっぱ。ラインの場合、いろんな発作フェーズを踏んでしまう。発作フェーズ。言い返す言葉もね、負けてるやん、もう。トツしないに一票で。トツしてや。ディスコードで普通に俺に通話かけたらいいんや。わかるやろ、やり方ぐらい。スーパーチャット送れるぐらいリテラシーがあるとわかるやろ。ディスコードに入ってんやろ、そもそも。どの項目をタップすればいいのかわかりませんって。またそうやって逃げるんやろ。いつものパターンやん、もう。俺からじゃあかけたらいいんか。ダイリンっていんの、そもそも。ダイリンってさ、おらんくない、そもそも。ダイリンっておらんねんけど、検索しても。そもそもディスコードサーバー入ってんのか、お前。わしの番号何番やったっけ、これ。2147やっけ。梅田ジャパン、シャープ2147。これ、フレンドで検索して、そのまま送ってこいよ、じゃあ、フレンド。フレンド検索から。障害者雇用って定年と他の人と変わらず、なんて読むやろ、それ。何宅職宅か。正社員とは異なる契約によって勤務する非正規雇用の一種。なるほどね。どうなんやろな。全然知らねえや、そんな。YMD みたいなのすんなって。YMD はもう、トツなんかしないから、絶対。今、設定しましたって。ん？設定って何やん。設定って何？ダイリンおらんやん、だから。ダイリンって調べてもさ、出てこんねんって。おらへんねんって。大乱行ドピュットブラザーズとかしか出てこんねんって。はい、フレンド送ってこいって、お前。懐かしい名前。消えてった人たちや。うんちついてても噛みつく人おるんやって。まあ、噛みつくというかバグってるだけやからね。はい、フレンド申請送ってこいよ。フレンド申請。俺、さっき ID 送ったやん。梅田ジャパンシャープ2147やって。やり方を調査していますって。何や、調査って。お、来たんちゃう？来たわ。はいはい。もしもし。あ、はい。あ、聞こえた聞こえた。え、ダイリン？はい、ダイリンです。ほんまにダイリン？偽物じゃない？え、偽物じゃないです。じゃあ、一応本人確認したいからさ、まあ、通話別に切ってもいいやけど、僕今からその、ディスコードの DM の方に単語書くからさ、それ、じゃあ自分のアカウントでコメント欄に書いてよ。はい。もしかしたら便乗でふざけて突出してきてる人かもしれんからね。今通話しています。俺書いてないけどね、そんなこと。うん。まあじゃあダイリンやな、とりあえず。オッケー。どうしたんダイリン？あ、いや。うん？特に話すことないんだけど。特に話すことないのに突出したの？いや、うん。え？話まとめるのちょっと下手くそ。話まとめるの下手くそ。じゃあ僕からいろいろ質問していい？はい。今普通に働いてんの？いや、僕はまだ働いてない。ん？なんでなんで？働いてない？はい。仕事は、今、なんて言うんだろう。グループホームを、担当の方に、渡してもらってるっていう状況ですか、ね、うんうんうん、なるほど。なんかちょっとさ、声がこもってんねんけど、最初めっちゃ声クリーンやってんけど、なんでなんやろ？あ、いや、ちょっと小声、ね。あ、小声なんや。あんま大きい声出すとまずいと思って。ああ。普通の声で喋る分には問題ないんじゃないの？もうちょっとマイクから離れてもいいけどな、逆に。音量は別に問題ないからさ。あ、違う。これちゃんとか。マイクに近いよ、多分、だいぶ。あ、でも、間違えてマイクをオンにしちゃいます。オフにしちゃいます。
大丈夫やけど。あ、あと、なんて言うんだろう。うん。その僕が過去に、ま、犯したなんか、ことっていうか、プチ炎上っていうのかな。うん。その、今はサービス終了してるんですけど、中で何してる？サービス終了。まあ、アプリです。どういうアプリかっていうと、うん。まあ、ディスコードに似たような感じで、会話、今みたいな、その通話はできないんですけど、ほうほう、まあ、簡単に言えば、うん、LINE のオープンチャットみたいな感じで、はいはいはい、まあ、ゲームだったり、うん、いろんなグループに参加する、参加して、うん、まあ、いろんなユーザーと会話するアプリがあったんですよ。今は、サービス終了してしまったんですけど、うん、アプリ名は、うん、ロビーって言って、まあ、知らんね。サービス終了したんですけど、うん、なんか別の、なんかアプリになって、そのアプリ自体はもうできないんですけど、うん、代わりのなんか別のなんかアプリはあって、うん、多分それはなんか、テレビにあったのかな、ね、そのサービス終了するイベントとかのじゃなくて、はあ、その僕が知ってる限りでは多分数年前からあります。うん。で、それが何なの？まあ、そのロビーってアプリで、まあ、うん、結構やらかしたことがあったんですよね。はあ、ははあ、やらかした。まあ、どういうことかっていうと、うん、とかあるオンラインゲームをやってたんですよね。うん。そのオンラインゲームの名前は、かくれんぼオンラインって言って、かくれんぼオンライン。かくれんぼか。かくれんぼ。かくれん、ぼは、ぼは、防御のぼか。確か。かくれんぼオンラインっていう、はい。ま、ゲームの内容をざっくり説明すると、うん。隠れる側と、見つける側がありまして、はいはいはい。鬼は制限時間内に、隠れているもの、うん、ものっていうかな、いろんなオブジェクトがあるんですけど、それに、まあ、擬態して、うん。隠れんぼ、まあ、制限時間内に、隠れる側と鬼側で分かれて、まあ、先に全部見つけるか、生き残ったものが勝つっていう、オンラインゲームなんですけど。おう。まあ僕はそのゲームを、まあ普通にやってたんですよね。うん。だからそしたら、うん。僕が、まあオンライン、まあ、そのアプリには、うん。レビューがあるじゃないですか。レビュー？レビューです。レビュー、ああ、はい。評価みたいな。はい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 。それに、自分は、レビューしてたんですよね。でも、はいはい、どうやら、自分の、まあ、iPhone に登録されている、本名を、うんうん、そのまま使っていたらしくて。なるほどね。それで、うん、まあ、本名が使われていると知らずに、僕はそのままいたんですよね。なるほど、なるほど。そしたら、そのゲームをプレイしている最中に、うん、その誰かが、うん、まあ、かくれんぼオンラインには、まあ、チャットもできる機能があるんですけど、はいはいはい、そのチャットで、うん、何の前触れもなく、自分のフルネームで書かれたんです。なるほど、なるほど。それが、2回もあって、うん、ちょっと僕はそれ、さすがにまずいと思ったんで、うん、そのさっき言ってたロビっていう、アプリの、うん、まあ、その、かくれんぼオンラインのグループで、うん、まあ、報告したんですけど、まあ、その、まあ、かくれんぼオンラインのグループは、当時僕は陰夢中でして、まあ、陰夢の、その専門の、かくれんぼオンラインの、グループがあったんですけど、まあ、陰夢中は、まあ、結構悪ノリなイメージなんで、うん、僕が
言ったことに、その便乗するかのように、どん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 、火が広がっていって、最終的には、二十数名の、ユーザーに、かくれんぼ内で自分の名前を、いじった、まあ、もじったかのような名前にされても、全部、かくれんぼ、ほとんど、かくれんぼ内のサーバーにいる、ほぼすべてのユーザー、まあ、任務中ですけど、人なりに自分の名前を、まあ、使われて、まあ、そこから結構精神的に、病んでいった。そこから僕は結構病んでいったんですよ。まあ、いろいろあって、まあ、それはまあ、今ではまあ、そんな気にしなくなったんですけど、まあ、当時は本当にやばかったですね。一時期なんか、なんか、LINE ニュースにも載ったよって、載ってたかみたいな、なんか、多分嘘だと思うんだけど、なんかそんなこと言う人もいたまあ、し、嘘やろね。まあ、数名は僕のことを助けてくれる方もいたんですけど、まあ、その方とも別れてしまって、ほう。なるほどね。まあ、結局は、かくれんぼオンライン、まあ、今はもうやってないんですけど、かくれんぼオンラインで、当時、自分の本名を、なるほどね。あれだっけ？ まあ、今だったら、正直言うと、まあ、本名言っても大丈夫です。大丈夫な？じゃあ言ってよ、今正ここ直、で。僕が、調子に乗って、まあ、なんか、からかう感じにしちゃったんですよね。空を煽るような感じ。今やったら本名言っても大丈夫って言った、今。じゃあ言ってよ、今ここで。言う前に、なんか、今でもなんか、なんか、僕の本名を言ってる人がいるっぽくて、なんか、それは、なんか、どこで？その、インディとは全く無関係っぽい方なんですよね。へえ、YouTube です。YouTube で、へえ。YouTube の、例えば自分のコメントをする、自分がコメントをした返信欄に、なんか、僕の本名だけを書き込む人がいて、それはあれじゃない？そのかあくとれは、んぼオンラインってところでさ、ダイリンっていう名前でやってたの？それ。そういうわけじゃない？いや、その時はまだダイリンっていう芸名じゃなかった。もともとダイリンっていう名前は、僕が、太鼓の達人っていう音ゲーで使ってたんですけど、それが結構気に入ってたんで、今ではもうダイリンっていう、ペンネームでも、まあ、ペンネーム、普通にそのダイリンっていう名前でも固定してます。そう。で、書き込むやつがいると。結構で、大変だったんです。それでまあ、なんでそれ YouTube でその自分の本名がさ、さらされてるん？どこからなん、それは。どうやら、僕が昔、ミラティブっていう配信で、ミラティブ、はい。してたんですよ。もちろん、声も出してました。はあ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 。ネットで初めて声を出したのがミラティブって感じですかね。でも、それ、もう本名でやってたってこと？いや、本名ではない。じゃあ、なんだか本名がバレるんだ、そこから、YouTube に出る。その時はもうすでにダイリンっていう名前だったと思います。多分ダイリンっていう名前は、2018年頃かな。その辺りからですね、使ったの。まあ、結論、大変なことが結構あったと。で、まあどうだっけな。確か、誰かがね、本名、僕がな、な、その人がなぜ僕の本名を知ってたか知らないんですけど、突然なんか、僕の本名を、ミラティブの精神帳に書き込んできた人がいて、で、まあ、もちろんそれは、僕が頭悪かったんで、それが本名だっていうことはもう、相手にわかるように言っちゃったんですよね。だからもう、その人は、なんか、知ってる感じで、ツイッターで、今度はなんか、今度はなんか、
100年分オンラインとは全く無関係の、なんなるか、ほど。前にも言ってたと思うんですけど、稲妻イレブンの、なんか、界ああ、隈、はいはいはい。なんか、2、3人ぐらいいたのかな、なんか。どうしてその、なんか、僕になんか、攻撃するか、なんか、攻撃するのかを聞いた、まあ、攻撃するっていう言い方はしてないんですけども、どうして僕にそうおちょくっしててくくるねみんただっいな。ていう言い方をしたら、僕が、さっき言ってた、まあ、稲妻イレブンの、YouTube で、稲妻イレブンのプレイ動画をしている、ライブ配信があったんですけど、これ僕は、バーチャ、まあ、スーパーチャットで、僕って結構恥ずかしがり屋だったから、どう伝えていいかわからなくて、謝罪したかったんですよね。まあ、どういうことかっていうと、まあ、今まで普通に会話していたチャンネルで、当時とブロックされていて、その理由は多分その人が、多分ツイッターの DM かなんかで言って、なんか嫌だからっていうか、まあ、違うな。それはまた別だ。それじゃなくて、多分僕が、当時、まあ、結構なんか下ネタ中だったから、下ネタ的なこと言ってしまって、まあ、本当にその時はもう本当に、黒歴史レベルでも本当に下ネタ言ってて、まあ、それが原因で、ブロックされてしまったと思うんですけど、だから、ブロック、解除してほしいから、手垢を作って、スーパーチャットで、まあ言おうと思ったんですけど、もうただ言うだけじゃなんか、恥ずかしくて言えなくて、なんか広い池の切り抜きで、なんか、なんか、幽霊を信じますかっていう、なんか、質問を、なんか名前で、で、120円のスパチャって、コメントできないじゃないですか。それを利用して、名前で質問するっていう、裏技的な、やつを参考にして、僕も、名前で、名前を、まあ、そこになんか、長々しいやつにしたんですよ。まあ、そしたらなんか、逆に火を、逆になんか視聴者を煽りに、視聴者がなんか不快になったっぽくて、そう見て、それが原因で、まあ、またなんかツイッターでなんかやってて、まあ、いろいろなんか、そうあったんです。俺さっきからずっとミュートにしてんねんけどな。はい。はい？聞こえてるで？聞こえてます。あ、続けて続けて。で、まあ、まあ、ミュートにしてるからね。何言ってるかわからんもん。さっきも言ったと思うんですけど、まあ、そういうなんか、稲妻イレブンの界隈に、もう叩かれてしまって、まあ、今では、まあ、DM で、まあ、謝罪をして、まあ、なんとか解決には至ったんですけど、やっぱり僕がちょっとね、お調子者っていう、す昔ごいからな、の本当に。性格もあるんで、こういうのが、僕の性格が招いてしまった、事件っていうか、まあ、そういうことがあって。なるほどね。まあ。すいません、ちょっと、片言で。いや、いいよ。まあ、しゃあないとこもあるけど、まあ、かわいそうなとこもあるって感じだな。本名をさらされたりみたいな。まあ今では本当に反省してます。それはちょっとね、反省してんさねや。すがにまずいと思ったから、反省するっていう気持ちもあっても、自分ではどう対処していいかわかんない。自分の、考える価値観っていうのは、一般的な人とは
結構違うっぽくて、だからなんか、その配信中とかでも、わけのわからない、文章をペラペラ喋って、自分の中ではそれが通用するものなんだと思ってしまって、その相手からしたら通用しない。通じない。そんな感じなんですよね。僕的には、話、あとまとめるような握りになりたいですし、そういう相手を、僕の間違った話で、勘違いさせない。勘違いさせたくないですし、僕は、そういうところはちゃんと考えているので。なるほどね。本名なんですけど、本名どうしようか。リープじゃダメだよ。っていう。待て。別に、ツイッターの DM。ツイッターに送っといてくれたら、別にその配信の例さらしたりはしないんで。いや、別に僕今言ってもいいんですけど、別に、言って得するようなことはないと思うんですけど、まあ。僕も、もう、なんだろう。別になんか、今そんな本名がどうのこうのとか気にしてないし、当時はね、僕、まだ17歳のキッズだったんで、そういうことは、全然、当時は青二才、今でも青二才って言われたら、何も言い返せないんですけど、本名は言いますと、名字は石田です。石田？で、下の名前は、数字の1に、数字の1に。勝利の勝、勝ると書いて、おう。和正って。石田和正。なるほど。いい名別前やん。に、もう言ってしまった、に、あの、言ってしまったことにはもう仕方ないんで、別に、配信で、いじっても僕は別に気にしないですから。なるほど。すごいね、本当に。自らその本名を開示したやつって今までおらんかったから。斬新すぎないけど。ほんまに大丈夫そな、んなここれ。と。そうなんや。大丈夫大な、丈夫。お前、これ。僕が個人情報をオーバーラスペクトの別に、相手別に得しないと思うんまあね、です。別自に。己満で、そういう分にはいいですけど、まあ、それで逆に当なん然。か嫌がらせとかでその犯罪が起きたら捕まるのはそいつやからね。別に僕は、気にしない。なるほど。ありがとう。これからも配信見続けてくれよ、カズマさん。いや、俺はカズマサとは言わんよ。ダイディンやからダイディンって呼び続けるよ、もう。本名知ったとしても。それでいいやろ？それで大丈夫。ありがとう、ダイディン。これからもよろしくな。俺は、お前のやばこい。とは、あれやで。好きやで、普通に。長いあれ。いやいや、長いいいあよ。れ。あれは、失発礼し作ます。が起きても俺は、君のことを、捨てたりはしないから。そこは安心してくれ。お疲れっす。これからもメンバーに入ってるんで。ありがとう。頑張るわ。今唯一入ってるのは、梅田ジャパンさんと、とある、ASMR 配信者の、ほう。たっぷりなんで。なるほど。ありがとう。本当に応援してくれて、いつも。そのうちの人なんで。頑張るもとわ。もと僕はバイオハザードにハマってきても、梅田さんですね。もともと僕は、これ話また変わるんですけど、親が、僕の母親が、タイの国の方で、僕ハーフなんですけど、ハーフなんや、へえ。で、タイのお母さんの、タイの方での、家族っていうのが、今は、なんか別れちゃって、いないらしいんですけど、とあるタイの男性の方で、バイオハザード4をやってた人がいたんですよ。へえ。
あれを僕は、まあ、見てたり、プレイしてたり、プレイでも、もらったりしたりしてね。お母さんとかね。なるほど。家族の、まあ、方に。それが確か、初めてくれたのは、5歳の時でしたね。5歳の時にバイオハザードに行った時にはまた。まあ、その頃は本当に、全然まあ、5歳の頃、5歳なんで全然できないから、まあ、手を貸してもらいながら、まあ、プレイしてましたけど、まあ、まあ、そんな感じで、まあ、なるほど。ありが最後に、とう。まあ、タイ行ったのは15歳の時で、そなのる時ほはど。いたんですね。どうやら、現在は別れてしまったっぽい、僕のお母さんが聞いた話によるので、話です。僕がバイオハザードを買ったから、まあ、その当時とはなんか、逆にならなく腕前をその人に見せたかった おお。別れてしまったんで、なるほど今現ね。在、まあ、会うのは難しいって話ですかね。まあ、本当に、お世辞抜けで、ユナジャパンさんのおかげで、バイオハザードに再熱したんで、ありがとう、それはおかげ嬉しいでわ。バイオハザード4の、ミニゲームあるじゃないですか。なんて言ったんですか。マーセラリーズ？マーセナリーズ。マーセナリーズで、隠し武器を解禁するまでやり込みました。さすがやね。結構頑張りました。やっぱ最後、レオンの、やっぱ、あれが難しかったですね。ああ、港のステージね、最レ後オンのの。ステージ、港のステージの。そうやね。あれは本当に難しいと思う。まあ、RE4 が出てもやってくれよ、ぜひ。お金貯まったらぜひ買うんで。おう、俺そのも時頑は張るよろしくおし、願いします。来年の3月やね、とりあえず。ありがとう、ほんままあ、に。買えなくても、上田さんの配信は長くています。ぜひ、お願いします。ありがとうね、なかなかと、本当に。ありがとういございます。えいえ、これからなもかよなろかしくおで願いします。す。これからもよろしくお願いはします。い、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。ダイリンと30分も話したわ。貴重な時間でしたね。あ、スパチャ呼んでなかったですね。石田さん入れてます。誰やこの石田？どの石田？金玉さん入れてます。原はタイランドさん。メンヘラに剣をする竹井壮。久しぶりに来たわ。誰のさんわかんないのこれ。ゆずさん入れてます。必死の頑張りと優しさに乾杯って。いや、頑張ったよ、本当に。おい、なんかツイッター貼られてるぞ、これ。おい、これ。おいおいおい。特定されてるやんけ、もうツイッターがこれ。本人やろ、絶対。稲妻イレブンのキャラサムネになってんねんけど。大丈夫か？落合くん、ありがとうございます。アーカイブの頃によう本名を探したら、自ら開示する人はなかなかおらんからね。すごいよ、本当に。リスペクトというか、また別ベクトルですけど、本当に。長時間にわたるディスコードの通話大変お待たせしました。せっかくの改造バイオ配信にお邪魔して本当申し訳ない。いや、楽しかったよ、ダイリンと30分も話せて、本当に。ありがとう。スパチャもいっぱい来てたから。俺はダイリン。ダイリンのことは、これからも変わらず接していくよ。変わることはないさ。ありがとう。ほんまに。